めっちゃご機嫌。クッキーでめっちゃご機嫌。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。ほいほい。え、スビサか。なんか2回ぐらい連続で電話なかったよね、確か。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいです。男の子でした。ふんふんふん。顔はイメージ通りでしたか。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。父親にか。いや、自然に任せましょう。私の前を考えたのですが、私の若菜と夫の勇気から取って若きにしようと思います。若きいいんじゃない。若きも大切に育てます。いいと思います。はい、勇気と若めの間に若きが生まれました。みんな名前のセンスよ。ちょっとすみません。お、早速どうしても若きの名前。そんな生まれて速攻渡されてもね。はい、頑張りましょう。若きアユナのそっくりさんだよ。そっくりさんだよ。お、お、いいぞ。あ、ご機嫌ご機嫌、めっちゃご機嫌。早くミルクを持っておいで。もうご機嫌になったから、ほら早くミルクを。いやー、ミルクだって。早く、ほら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 、落ち着いてるよ今。あー、ちょっと、あ、そろそろミルクの時間ですね。よし、若きの機嫌も随分良くなりました。ふんふん、よかったよかった。アユナのそっくりさん、ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれもあげます。実用品大人スプレーをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあマンション見てこう。さあ今回はハートがあるな。ほうほうほう。誰？リボちゃん。あれ、リボちゃんってことは子供ですよね。ですよね。私と赤花の間に子供がいたらと想像したりします。うんうんうん、いいね。ですよね。いいと思うよ。めちゃくちゃ派手派手だな。これもあげます。でも部屋と服装がいい感じに合っとる気がする。実用品ミシンをもらいました。ありがとう。ミクルから借りた CD は最高に良かったです。へえ、どういう系統の CD？ なんかパラパラとか聞いてそう。はい、じゃがバタどうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？あんまり美味しくなかった。マジで。お腹だけは膨れた感じだけども。お、そして友達マークがあるな。喧嘩ではなさそう。もう一人はおらんね。いや、喧嘩だな。一軒家の方か。ぬか、どうした？相手は？おお。なるほど。落ち着け。仲直りして。ふんふん。じゃあとりあえずキウイとかどうですかね。はい。どうぞ。どうすか。まあまあ美味しかった。まあまあじゃな。じゃあアップルパイとかどうだろうか。これでお腹いっぱいになりそうな気がするな。ですよね。お、結構美味しかった。お、よかったよかった。気が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ仲直りできるかな。どうすかね。この間はごめんなさい。あの服って首元しんどくないんかな。どういう仕組みなんかよく。マジで。マジでダメだったか。あ、まあまあまあ、きっとそのうち仲直りできるよ、きっと。ダメでした。うんうん、そんな時もある。向こうはちょっと怒りが収まらんかったんよね。しょうがないさ。
い、それじゃあ、あれさっきなんか遊びたいマークなかった？一軒家にでも行ったか？なんかみんな集まっとった。はい、それじゃあ、一軒家の方を見てこう。とりあえず友達マーク二つあるな。喧嘩じゃないか？ミネットさん、お呼び出しします。喧嘩だ。めっちゃ怒ってた。でもう一軒のあの住宅地のとこだね。仲直りして。あ、クッキークッキークッキーでいいや。だいぶ安上がりな感じ。クッキーどうぞ。はいはい、どうすか。めっちゃご機嫌。クッキーでめっちゃご機嫌。大好物だったようです。気分が落ち着きました。きっとあゆゆんさんが作ってくれたクッキーだわ。さあ仲直りしてください。二組とも許しませんはちょっと悲しい。どうだい？この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったです。お礼にこれをあげます。なになに？実用品、一応役をもらいました。ありがとう。ああ、昨日夜更かししてしまいました。なんかこのね、インテリアもインテリアと服装が相まってめちゃくちゃ成金感がすごい。確実にあれよね、代々お金持ちって感じではないよね。はい、それじゃあ石井さん、あ、ご飯中にごめんね。お呼び出しします。お昼ご飯中？お昼じゃないか。え、お昼？どうもどうも。新しい帽子が欲しいです。お、帽子？ふんふん。チェックの帽子いいんじゃない？はい、どうぞ。どうすか？まあまあ気に入った。よかったよかった。こういう帽子なんかめっちゃ可愛いよね。実用品ブランコをもらいました。ありがとう。ミカは思っていたよりずっといい奥さんになってくれました。ふんふんふん、きっとうまくいっているんだろうな。はい、こんにゃくどうぞ。いただきます。どうすか？なんかあれだな、昆布じゃない、好物1位、2位、3位、なんか全体的にどうした、お菓子しかないじゃないか。めっちゃ甘いもの大好きって感じやね。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあじゃんじゃん入れてってください。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そして、お、ひるいち、サボテンの T シャツだよ。サボテンの T シャツ今日特売日だから信じられないくらい安いよ。マジでどれぐらい？594円。セットでやもんね、すごいよね。これ一式でやもんね。実用品大人スプレーをおまけしてもらいました。ありがとう。毎度あり。でもあれだけを売りにそこに座っとるっていうのもなんかすごいよね。はい、それじゃあ、お、友達マークが増えてる。お、喧嘩じゃなさそうだね、よかった。はい、ミントさん入ります。どこにも行ってないよ。ほうほうほう、いいんじゃないでしょうか。
聞き手に回る。いってらっしゃい。さあ仲良くなれるんだろうか。聞き手に回るって言ったけど、結構喋るタイプなんかな、どうなんかな。なんかあんまり喋らなさそうな感じがするな。あ、でも仲良くなれたっぽい。よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったです。お、レベルアップ。シュウヤさんとの結婚はまだ？いつでもいいよ。女の子の発表会の服、よし、これでどうぞ。服、女の子の発表会の服をプレゼントしました。かわいい。ふんふん。なんかあれよね、白タイツってさ、幼稚園ぐらいまでしか履かん感じするよね。小学校もあるか、低学年ぐらいまでなら。なんかちっちゃい子しか履くイメージないよね、白タイツ。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ、スルメ。どうぞ。よく噛んでね。もうよく噛まんと食べれんやろうけど、スルメ。すごく美味しかった。よかったよかった。お、好物1位に躍り出るくらい。イクラを抜かすほどにも美味しかった。マジで。まあ、よかったよ。よかったよ、それはそれは。あ、そうだ。ミーニュース。ミーニュース見てこ。こんにちは。正午のミーニュースをお伝えします。お願いします。話題の足が長くなるサプリメントも飲んだ奈良さんの足が5メートルも伸びました。怖い怖いよ。元も遥かに超える効果に喜びも喜ぶんや。確実に絶望するような気がするけど、そんなサイズのズボンはないです。確実に特注セントないです。ショックです。大変ですね。可愛い奈良さんが好きだったのにってこと。今日、はい、のミーニュース。いやてかさ、あれよね、飲んだだけで足が伸びるっていうだけでもさ、めちゃくちゃ怖いのに5メートル。いや確実に、何かしら毒じゃね。はい、おお、ハート。恋人おらんかったよね。ちょっとだけ、ちょっとしておいてください。既婚者以外に行ってね。やっぱ既婚者人気がいつもすごいんで。実はライチのことが好きです。ライチちゃん告白したいのですね。ライチちゃん相手いるんだよ。まあ当たって砕けますか。どんな感じで告白したらいいですか。もっともっといっぱいいるでしょう。ロマンチックに告白する場所はどこがいいでしょうか。じゃあ屋上。その前に着替えた方がいいですかね。いや、いいよ。わかりました。では、いいよ、このままで別に。てか、君服持ってた？この広い地球で出会えたのは運命です。ちょっと待ったってやってきそうな気がする。運命に導かれましょう。そんなことない。あ、なかった。ちょっと待った。じゃあ来た。やっぱり。さっきまで閉じてなかった？開いてた？ちょっと記憶が。本当にあなたも好きなのは僕です。いや、僕の方があなたのことも好きに決まってます。もう一人はいない？ライチ、どっちも選ぶんですか？二人か。いや、どっちもごめんなさいだよ。でもこれいつもね、ちょっと待ったーって来た方は全く引きずらないっていう。邪魔したかっただけじゃねって感じやけど。どう？行けるとこまで行っとく？
リベンジ。めっちゃ落ち込んでる。お、燃えてるね。大事に振られましたが、諦めきれません。もう一度告白したいです。よし、これで綺麗さっぱり。下得意でプレゼントも買って持っていきます。本人がちゃんと来るのか。ですよね、来ないよね。大事は私と付き合っています。付き合っているというか結婚してるよね。え、結婚してたよね、とっくに。でもこういうのでね、本人の代わりに言ってくれる彼氏とか旦那さんってめっちゃいいんじゃない。あ、そっか、本人が来たわけじゃないけん、もう諦めようと思います。本人が来たわけじゃないけん、さらに落ち込むんか。なるほどね。あ、まあまあまあ、しょうがないよ。ほら、キウイでも食べな。いただきます。しかもあんまり美味しくなかった、マジでごめんね。めっちゃ余計なことをした。いや、病んでるな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、だってさ、ライチちゃん結婚して子供ももう何人もいるしね。え、なんなら同じマンションに子供住んどるやろ。わからないものか、気づかないのか。